ブルメントリット駅はフィリピン国鉄南方方線の駅、地上駅となっている。旧アンティボロ通りとサンタクルスのリサール通りの交差点の横に位置している。この駅はこの交差点に交わるブルメントリット通りから名付けられており、この通りの名前はホセリサールの友人でフィリピン人運動に共感を示したリトムニエジツェのフェルディナンド・ブルメントリットにちなんで名付けられたものである。 この駅は南方線の二つ目の駅であり、サンパロック区で運営される四つの駅の最初の駅となっている。ブルメントリット駅はサンダザーロ駅として、リサール州アンティポロやモンテルバンに向かうアンティポロ及びモンテルバン、線の駅として1905年12月22日に開業した。ブルメントリット駅は元々のプラットフォームが残り、 そのホームで運営が続けられている4つの駅の一つである。しかし、新ホームと旧ホームの直接接続があるエスパーニャ駅等とは違い、新型機動車に対応するように設計された新ホームと旧ホームの間の直接のつながりがないのが特徴的である。旧プラットホームは都市通勤機関車や都市間列車などに対応して利用されている。近隣には ブルメントリットマーケット、SM シティサンレザロ、中国総合病院医療センター、マニラ科競技山、マニラ北墓地、マニュエルエルケソン高校などが近隣に存在する。さらに範囲を広げるとマニラ北墓地、ラロマ墓地、ローデス学院ケソン校、サンタテレサ大学ケソン校などがある。リサール通りを通るジープニーとアクセスがあり、駅のすぐ近郊への交通には自転車タクシーが利用。 可能である。マニラ l ル RT-1000 のブルメントリット駅が駅の上に効果としてまたがっている。ありがとうございます。